はい、いきなり出てきました。めちゃくちゃ細い建物、札幌市内でございます。今回はね、中央区と豊平区です。まあ、南14条、南17条、その近辺ですね。で、喫茶店とか、クリーニング屋とかね、非常に昭和らしい、いやこれ明治とかかな、古い建物が残ってたんで、写真に撮って今回投稿いたしました。非常にね、趣のある感じですよね。この壁にドカンとね、文字をバーンと載せるのが昭和のスタイルなんですかね。まあ、ざーっと見てますけれども、まあ、西屯田通り、東屯田通り、まあ、いい建物多いですからね。これはちょっとただね、看板作り変えたのかもしれません。これ明治か昭和なのか、こう質屋ですよね。今時質屋ってあんまりね、聞かないんですけれどもね。この下の時計屋さんね、時計専門職は素晴らしいんです。これはお弁当屋さん関係だと思います。これです、これですね。南14条だと思います。行慶通りとかね、あの辺だと思いますよ。いかがですか。非常にね、趣のある建物が多いんですね。皆さんも見てみてください。